フランシス・バーナードは、アイルランド貴族、政治家。第三代バンドン伯爵。1830年から1856年までは、バーナード死爵の儀礼称号を称した。第二代バンドン伯爵ジェームズ・バーナードと、その妻で、キャシェル大主教、王、チャールズ・ブロドリックの長女メアリン・スーザン・アルビニアの、子として、ロンドンのグローブナー街で生まれる。オックスフォード大学のオリオール・カレッジで学び、 1830年に学士号を得て卒業、その4年後には修士号を得た。1831年1月からは、父も議員を務めたバンドン選挙区から連合国議会庶民院に入り、7月まで務めた。1842年から1856年まで再度議員を務めた後、父から伯爵位を継承、2年後には貴族代表議員に選ばれた。 1874年には、コ空ク県知事に任命され、1877年に、没するまでその地位にあった。妻は、トーマス・ウィットモアの、長女キャサリン・メアリーで、1832年に結婚、カズオ事情を設けた。妻は1873年12月に死亡、バーナードはその4年後、1877年2月に、コ空ク県のバーナード城で死んだ。 伯爵位は一人息子のジェームズが継いだ。ありがとうございます。